パウダースか。雪いいんじゃない？イエーイ。山にいると落ち着くなっていう気持ちはやっぱあるよね。今は夏だけど冬になってきて、スノーボードは持って山に行って、で山をこう滑り出すとやっぱ楽しいなーなんてすっげえ思うし、うん。若い時はやっぱりどっちかって言ったらもう夢中にスノーボードばっかりやってたから、いい作品を作りたいとか自分のいいパートを作りたいとかそういうのしかなかったね。怖いっていうとこもあるけど、前に進むためにこうトライして進んでいきたいから、やっぱ俺はやっちゃうんだよね。いろいろ経験自分でして、こういう時にこうなるんだなんつって、そういうのでこう自分でいろいろ動いてる感じかな。やっぱ攻略してそこをクリアしたらこうめっちゃアドレナリン出てこう楽しいっていう気持ちになるじゃんね。うわ、イエー。でも今は全然違うね。うん、その自然の美しさみたいなとか、例えばそういうのもすごい感じるようになってきたし、ただ単に今までこう絵を残したかったから、ただそういう風な状態だったっていうだけで、なんだろうね、自然とかやっぱりそういうのね、ずっとなんかこう勉強させてくれるとこかな。この仕事だってやっぱ木の仕事だっていろいろ考えさせてくれるし、うん、なんかね、だいぶ成長させてもらったけどね、うん、山には。まあスノーボードのスキルもそうだし、なんか生活していく中の山のなんか見方も変わってくるみたいな。多分それで自分が成長っていう言ったらいいんか分かんないけど、年取ってきたっていうかよく分かんないけど、なんかうん、そういうのがすごい感じるな。